おはようございます。やんちゃです。2023年7月22日土曜日の朝です。タイマー15分15分のカウントダウンを開始します、はい、お願いします。運動はい、やりますか。よいしょ。タイマー3分3分のカウントダウンを開始します。きつい。さてと、今日の天気、今日の天気は晴れ時々曇りですね。はい、良かったですね。降水確率もほとんどなし。33とか34とか、今日明日はそんなに暑くないですね。いや、わかんない。で、来週またちょっと36度とか言い始めるし、雨の予報が全然ないから、もうそろそろ梅雨明け宣言が来るかもしれませんね。さて、朝刊。今日の朝刊は、女性就業25歳から39歳、8割超す。はい。昨年最高。育児と両立課題。なるほどね。まあ、男女雇用均等法の趣旨は、こうなることを目標にしてやってたわけだから、目標達成ってことなんでしょうけど。はあ、確かにね、出産育児とどう両立するかサポートが問われている。さて、次は北米で再エネファンド伊藤忠、日本勢最大級の700億円。はあ、最大級でも700億円か、厳しい。まあ、すごいことなんでしょうけど、ニュースになるぐらいだから。ふぅ。何々、アメリカ、AI で生成明示、合意、自主ルール。はあ、はあ、主要7社が、なんか、自主規制を作ったんですかね。なんかを示すときに、AI で作ったコンテンツは、AI 製ですと示すルール。はいはいはい。あれですかね。非承諾広告みたいな、未承諾広告かみたいなルール、ああいうのをやるんですか。はあ、まあいいんじゃないですかね。 AI で作ったことを示すのはね。ただみんながみんな守るかどうか分かりませんけどね。あと何かな。家事育児分担なお偏り。はあ、あと何かな。物価日米逆転、賃金は見劣り、む。まあそうですね。なんかえぐいグラフが書いてある。ぐおー、きつい。終わり。はい。そしてけん玉。よし、やりますか。よいしょ。やばい、時間が。はい、準初段。よいしょ。へえ、よっと、止め剣から1分の1、2分の1、3分の2、よいしょ、4分の2、5分の3、6分の3、7分の4、ほっ、8分の4、9分の5、はい、次、飛行機、よっと、1分の1、よっと、1だね、2分の1、よいしょ、3分の1、よっと、4分の2、ほ、5分の2、よいしょ、6分の2、7分の3、8分の4、9分の5、はい、クリア。次、フリケン。
へえ、よいしょ、ほ、1分の1、よっと、2分の2、よっと、3分の3、よいしょ、4分の4、ほ、5分の4、は、6分の4、7分の4、8分の4、やばい。よっと、9分の5、はい、成功した。よいしょ、よいしょ、カンペが消えちゃった。言うと、あとなんだっけ、剣一周だっけ、剣一周、よいしょ、中皿剣、はいはい、1、中皿剣、2、中皿剣、3、やばい。中皿剣、4、中皿剣、5分の1、これは4回かな、よいしょ、よいしょ、6分の2、よいしょ、はい、7分の3、よいしょ、8分の4、はい、クリア。次が日本一周、小大剣かな、小大剣、はい、1分の1、よいしょ、大剣、2分の2、小大、3分の3、小、4分の4、はい、クリア、一発でクリア。次、世界一周、小大中剣、1、大中剣、ダメか、2、小大、あ、ダメだ、3、小大、4、小大中剣、5。全然成功せんな。小大中剣、6、よいしょ、大中剣、よし、7分の1、まだ余裕ある、大中、ほ、よし、8分の2、大中剣、9分の2、後がない。よし、10分の3、ギリ、はあ、よかった。そして東大ね、はい、東大やりましょう。よっと、わあ、ダメか。いけると思ったんだが、1分の0、ほ、ダメか、2分の0、衝撃を殺さないとね、よいしょ、行くぞ、ふう、よいしょ、ダメか、3分の0、せめて1回は成功したいですね、よいしょ、よいしょ、く、4かな、はい、4分の0、ほ、5分の0、いやー、なんかのコツをつかみたい、これか、こういうことかってなりたい。よいしょ、6分の0、へえ、よいしょ、よいしょ、7分の0、ふう、8分の0、あのカモシの足か思い出せ。あのボールバランス、ほ、ダメか、9分の0、よいしょ、ダメか、はい、ダメでした。次、剣先滑り、よいしょ、あ、ダメか、はい、よっと、ちょっとあれだな、油断しすぎだな、よいしょ、ほ、3、
よいしょ。はい、オッケー。へぇ、終わるか。よっこい。はい。終わった終わった。今日も朝撮れてるけど。どうかな？なんかもうベンチが完成してるように見えるから、今日はもう業者の人来ないかも。どうなんだろう？これからあのベンチの部分にペンキを塗ったりするのかな？ちょっとよくわかってないんですけど。まだ終わりなのか終わりじゃないのか。というのも、今日あれなんですよね。足立の荒川花火大会があるので、おそらく夜になった夕方以降にこの屋上にここのマンションの住人が大量に押し寄せることになると思うんですよ。でなんかさっきもわしがけん玉やってる途中になんかおじさんが来て、わし最初工事のおじさんかと思って、あれ今日もうやるんですかって言ったら、いや別にもうやるっていうことではないんですとかって言ってて、あ、どうしたん、なんか歯切れが悪いなと思ったら、なんかシートを敷き始めてなるほどねっていう、あ、住民の人かと思って、なんか工事の業者のおじさんと勘違いしちゃったあ、もう今日ここの時間から場所取りするんですねとかっていう話をちょっとして、はあ、そうなんだ、結構広めに取ってるけど、あのスペース占有するのなかなかのもんですよまあ、わしはなんかベランダから見りゃいいかなっていう気はするので、別にここの場所がどう確保されようがいいっちゃいいんですけど、はい、はあ、場所取りだけ荷物とシートだけ置いてまた去って行かれましたけど、こういう感じの人がまた今日は何人も来るのかな、もしかしてね、マンションの屋上でこの調子だから、多分河原なんて大変なことになってんでしょうね、あの荒川花火大会ので。なんか昨日見ましたけど、荒川花火大会の、あの一番いい場所、見るのにめちゃくちゃいい場所って花火を打ち上げる会場があって、その対岸、川を挟んで対岸の部分の結構なスペースがあらかじめ足立区によって確保されていて、そこがなんか細切れになってマス席みたいな感じで売ってるんですよねなんか1個5000円ぐらい一区画、なるほどねっていう、なんか全て売ればっていう気はしますけどね、どうなんでしょう、それはやっぱりあれなんですかね、足立区民に無料で提供するっていう立て付けがある程度必要なんですかね。正直全部売るってことにしちゃえばそこまで混雑しないような気がするんですけど、そうするとあれですかね、人手があんまり多くなくなって寂しい回だったねみたいになっちゃうってこと、なんか買わなきゃいけないんだったら花火とかいいよみたいなとはいえねえ、無料だとしてもなんかお金には買えられないすごい労力かかりますよね、場所取るのにね。だからあ、どっこいどっこいだと思うんですけど、5000円払うのも死ぬ思いして場所取るのも、はあ、まあいいのか、まあいろいろ考えた末に今の方式になってるんでしょうからね、はい、ほっとこうかなんかもしかしたらあるのかもしれないですけど、あの足立区ふるさと納税とかでその区画を返礼品として渡せば良いではっていう気はしますよね。100万円納税した人はその一等地の区画1個あげますとか、悪くないんじゃないですか。足立区の名産品ってそれぐらいしかないからいや、わかんない、いやなくはないんですけど、あったとしてもネギとかですからね、確かね、はあ、そう考えるとね、経済的価値あるようなあの花火の見学席っていうのは、はあ、いやなんかね、長男がね夕方から公園に集まって歩いて川まで行ってどっか見られる場所を探すぜとかって、しかも何、友達9人パーティー9人9人まとまって行動すんのはまあ大変ですよ、うん、はぐれたとか言って携帯電波がつながらないとかありそう。どうでしょうね、昔だったら 3G とかの時代だったら、足立のその荒川花火大会とかに行って携帯電話使おうとしてもですよ、
なんか服装して全然電波つながんないんだけどみたいなことになってもおかしくなかった気がするんですけど、 4G とか 5G になったことによってそういうのって実はかなり劇的に改善したりしてるんですかね。連絡つかなくなるのが一番怖いですよね。ただまあこういうのってもう連絡つくのが当たり前と思っていくんじゃなくて、もしはぐれたらお互いを探そうとせずに無事に家にまでそれぞれが帰ろうねって決めておきさえすれば慌てないで済むはずなので、そこはねあらかじめなんかこう集合場所の公園に集まった段階でブリーフィングするとか、あのLINE グループチャットであらかじめこういう風に決めておこうねって宣言しておくといいんじゃないかなって後で覚えてればアドバイスしようかなどうなることやら。なんかね心配だからこうこっそり後ろからついていきたい気もするんですけど、どうでしょうね。なんか同じようなこと考える人が多い気がするんですよね。なんか交通規制のお知らせとかが出回ってて、画像でこのエリアのこの道路はこの時間帯車は全く通れませんと、で臨時駐輪場がここにありますとかっていうのが結構あったけど、臨時駐輪場そんなにいっぱいなかったから多分溢れかえるんでしょうね。はあ、まあいっか、もうちょっと花火のことは後で考えようか。今日のあと話は、ああポケモンスリープね、ポケモンスリープの話します。昨日も寝るときにポケモンスリープ仕込んで、朝起きたときに睡眠の記録を終了するボタンで睡眠を終了しましたよ。したらねまたカビゴンが育ったよあ、なんかカビゴンにご飯あげなきゃ。お任せで料理を作ってあげるか。はい、どうでしょうね。昨日そうだな11時半ぐらいですかね寝たので、7時ぐらいに起きたから多分7時間半ぐらいは寝たと思うんですけど、なんか睡眠記録としては6時間45分とかそんなもんでしたね。昨日めちゃくちゃ眠くて、なんか家の片付けめちゃくちゃやってたから体力を使い切ったんでしょうね。もう夜11時半ぐらいには眠くなっちゃって寝ちゃったんですよね本当はファイナルファンタジー16をやりたかったんですけど、やらずに寝ちゃったからやばい。鴨川に行ったの先週の土曜日だから、鴨川行ってからやってないから1週間 FF16 やってないからさすがにやべえなって思い始めた。はあ、どうしようどうしようもこうしようもないけど、今晩花火が終わった後やるか。はあ、なんかね昨日だから長男が部屋をもう譲ってくれて10時に空いたよって言って、じゃあやるかと思ったけど、なんか長女がなんか塾の宿題かなんかをバーってやってて、まあ、たびたび質問してくるからしょうがないなって言って宿題終わるまで付き合うかって言ってリビングにいたら、なんか結局11時半ぐらいまでやってていや偉いんですけど朝にしてくんないかな。ただまあ朝は朝でわしも付き合えるかどうかわかんない、朝の忙しい時間だから。はあ、そうそう、だからポケモンスリープ思ったんですけど、あの朝睡眠の記録を終了するってやった後なんかリザルト画面を表示したりとか、あとなんかその睡眠によって得たポイントを使って何かをするとかっていうタスクが結構いっぱいあるんですよ。ただ今日まだ土曜日だったからいいものの、これ平日の朝とかの忙しい時間帯に果たしてできんのかっていう、そのポケモンスリープのために5分ポチポチ操作するっていうのがなんか朝忙しい人にとっては結構負担なんじゃないかなって思いましたね今朝ね。いやわしは今日も今8時15分ですけど、そのまたここのおじさんがね、あの工事のおじさんがね上に上がってくるんじゃないかと思っているので、まだ完成してるようには見えるけど、だから8時半に終わらせるためにちょっとやばいやばいって言ってコーヒー入れたりとか、そのやんちゃクラブの準備をしてたわけですけど、その中でポケモンスリープをそこに差し込まなきゃいけない負担っていうのを結構重く感じましたよどうなんだろう、睡眠の記録を終了するって言って睡眠を確定させた後その画面で一回切って、で朝のバタバタした時間を
やり過ごして、例えば通勤がある人とかだったら通勤の移動中電車の中とかでその睡眠ポイントの活用とかをやればいいってことかな。そういうモデルかな。そんな気もするけど、みんながみんな通勤するわけでもないからな。朝のバタバタする時間っていうのがみんながみんなもはやあるわけじゃない。ただ学生とかねは昔と変わらないですもんね、その辺ね。どうなんでしょう。わかんないけど。まあいっか、やる人はやるしやらない人はやらないか。はい、そんだけですけど、ポケモンスリープのなんか昨日言ってたサブスクなんかプレミアムパスみたいなやつ、とりあえず契約ボタンを押してあの有効化しましたよ。月々980円かな、なんだけど、別に今回リリースされた直後、別にあれか、いつまで経ってもそうか、アカウント作った直後最初の2週間だけはこのプレミアムパスが無料で使えると。だから2週間経つ1日前までにサブスクのキャンセルを行えば課金されないっていう仕組みになっているので、じゃあ1週間足らずの間だけちょっとプレミアムプランでこのポケモンスリープをやってみようかなと思って有効化したんですけど、2週間後の1日前までにキャンセルするっていうすごいハードル高いですよね。絶対に忘れたくない。昨日から数えて、だから再来週の木曜日って何日だ？わかんない。何もわからない。もう月をまたぐから日がわからない。今日22だから再来週の木、3日か。8月3日までにキャンセル。ただわかんない。10日もこのプレミアムパスを使った状態でポケモンスリープをやれば、もうこのツールから離れられないみたいな状態になってる可能性もあるから、そしたらキャンセルしませんけど、どうなんでしょうね。もしそうなったら、半年プランっていうやつにすると、5ヶ月分払うと6ヶ月使えるよっていうやつになるから、それに切り替える必要があるわけですけど、どうでしょうね。そうなりますかね。今のところとてもそうなる気はしないんですけど、はあ、なんか一応ポケモンスリープの睡眠を記録するモードをオンにするときに注意書きで、電源につないだ状態でやってくださいねって書いてあるんですけど、私それ無視して布団にスマホを置いた状態で計測やってますけど、 80% ぐらいある状態で開始して朝起きたときに 60% 台とかだから、そんなにゴリゴリ減るわけじゃなさそうだし、よっぽど普段からバッテリー 20% とかでこう低空飛行してる人とかじゃなければ、別に電源つないだ状態でやる必要はないのかなっていう気はしますけど、まあもちろん自己責任でやってください。これ睡眠中に電池が切れた場合、多分睡眠の記録に失敗しましたとかなっちゃうでしょうし、貴重な睡眠がっていう、睡眠がリソースですからね。しかもね、人間がこう 7,8 時間寝るみたいなイベントって後から増やせませんもんね。なんかちょっとポケモンスリープのために1日2回8時間睡眠しようみたいなやつ現れたらやばくないですか。まあ、さもなくばもうなんかスマホを騙してさも睡眠してるかのようにこう動かすみたいなハックが行われる可能性がある。どうでしょうね。でも結構そのレム睡眠ノンレム睡眠みたいなのを正確なのかわからない、それっぽく記録してるようには見えましたから、何かしらちゃんとしたセンサーが働いてて騙すのは難しい可能性はありますね。あとはあれか、睡眠データの追加、睡眠計測をし忘れた時などに睡眠データを手動で登録することができます。はいはいはい。その場合は睡眠リサーチは行われず報酬も受け取れませんが、その日1回目の睡眠を登録すると小さな報酬が受け取れます。最低限だけはその手動の入力で保証されるんだ。あ、は？
プレミアムパスのユーザーは通常の睡眠計測時と同様にボーナススリープポイントが受け取れますだって。やばいじゃん。プレミアムだったら寝る必要ないんじゃん。これはプレミアムパスは寝る必要のないパスだった。なるほど。へえ、面白い。そういうことなんだ。知らなかった。いいのかそれで。睡眠を金で買えるってことか。はあ、なるほどね。よくできてますね。はあ、終わりですか。タイマーも鳴ったしね。もう今8時23分とかだから、どうだろう。でも今日もうおじさん来てないしな、あの工事のおじさんは。多分もう完成してるんだろうね、あれ。いや、よかったですね、花火の日に間に合ってね。ベンチが復活してるってことはね、ベンチに座りながら花火大会を見ることができますからね。はい、管理組合でお願いして修理してもらった甲斐があったというものよ。よし、終わりますか。じゃあバイバイピー。